視聴者の皆様、我々は LOL のうららベイビーの開封の生中継を行っています。それでは今夜のスターから一言、開封の準備はできていますか？開けるのが楽しみだわ。それはそうですよね。みんなこんにちは。あーん、これはサマンサのじゃない。サマンサはどこにいるの？ちょっと出かけてるわ。開封して視聴者を喜ばせても気にしないんじゃない？サムチンったら本当に口がうまいんだから。じゃあ始めよう。おっと、よし。じゃあこれをどかしてっと。ピンクと緑のストライプがかわいいわ。いくわよ。誕生日プレゼントを開けてるみたいね。今度は鮮やかなピンク色が出てきたわ。早く見たいわね。このケースは大きなケーキみたい。 LOL サプライズのロゴがあるわ。蓋を外すわよ。やったねえ見て、ラジカセの形をしているわ。超かっこいい。金色よ。正しく言えばラジカセ型のハンドバッグ、スピーカーとカセットテープとボタン。チュッチュッチュッ。中に必要なものが全部入りそうだから私でも使えそう。まず最初はサプライズから。赤ちゃんの人形だわ。見て、可愛くない？可愛くて小さな手をしてて、おむつもすごくスタイリッシュ。髪の毛もいい色してるし、カールのかかったアイスクリーム色。ちなみに頭は左右に動くようになってるの。座ることもできるわ。じゃあ他には何が入ってるのかしら。これは、あー、 LOL のお札だわ。見て、この LOL の赤ちゃんが大統領みたい。次に行ってみよう。あー、赤ちゃんの絵だわ。かわいい。リル DJ か。だからラジカセのハンドバッグがついてるんだわ。それとアクセサリーも載ってる。この袋の中にもアクセサリーが入ってるはずよ。まずは一つ目の袋から。はあ、金色の電話だわ。あら、壊れてるわ。リル DJ は電話も大事にしないとね。中身を見てみよう。あー、たくさんのアプリ、旅行と音楽、あと日付は13日の金曜日。だから電話が壊れてるんだ。これは、なんだろう。何か忘れてない？あー、そうだ。気にしないで。サムチンがいてくれて本当に助かるわ。あったわ、ハイライター。色が変わる口紅もあるし、それと自分でもかけられる人形用のメガネ。この4つの色から1つ選択するなら金色にするわ。みんなだったら何色選ぶ？コメント欄で教えてね。見て、すごくいい感じでしょ。綺麗な光沢。これは本当に超便利ね。携帯のメイク入れなんて聞いたことないわ。次の袋に行ってみよう。何が入ってるんだろう。これはおしゃぶりだわ。他はすごい黄色のチェーンだわ。じゃあこれはまた後で。まずおしゃぶりをよく見てみよう。こんなスタイリッシュなの見たことないわ。ここには低音と高音、音量のレベル、本当に DJ 用のおしゃぶりね。これを引っ張ってみると、もう一つのサプライズ。この口紅は色が変わるはずよ。最初は青だけど、あー、塗るとピンク色になるわ。魔法みたい。すごい。じゃあ口紅を閉じてチェーンをここに通してみよう。できたわ、綺麗。このトリックを使うとおしゃぶりが小さくなるの。そうすれば人形にもぴったり。次の宝物を開けてみるわよ。すごいものが入ってるといいんだけど。
開いたわ。これはメガネを固定するためのもので、これはメガネ。金色してる。レンズに金色のグリッターがついているから、かけると世界が金色になるの。じゃあかけてみようか。うん、リル DJ はパーティークイーンね。次は最後の袋。ちなみにこの開封はビギーペットの時みたい。こっちの方が好きだけど。哺乳瓶だわ。何が沈んでるんだろう。あー、星が動くのが見えるわ。星と金色のグリッターのミックスだわ。最高ね。見て、この哺乳瓶は軽量にも使えるみたい。じゃあリルに飲ませてあげよう。ごくごくごく。これで LOL のうららベイビーサプライズの実況を終了させていただきます。どう思われましたか、スーさん。この開封は最高だったわ。みんなも気に入ったら高評価してね。そして新しい動画を見逃さないように通知のベルを押すのもお忘れなく。じゃあねー、バイバーイ。